はい、どうもこんにちは。全盲のバイオリニスト、アナちゃんこと穴澤裕介でございます。本日は火曜日、なるほど音楽。今日はですね、ポルタメントについてお話ししたいと思います。ポルタメント、なんじゃそりゃーって思う方もいるかもしれませんけれども、まあある音とある音を滑らかにつなぐとかっていうね、言葉で説明するとそういう意味になりますね。ある音からある音に移行するときに徐々に音程を滑らかに移行する、ね、言葉だとなんかちょっと分かったような分かんないようなですけど、音を聞いちゃえば簡単ですね。例えばシからレーと今弾きましたけど、これを今かなり大げさにやってますけどねこういうのがポルタメントね、ありますよね。で、まあ、このポルタメントっていうのは、そうだな、歌とか、こうしたあのバイオリンの仲間の楽器、それからトロンボーンなんかでね、よく使われます。というか他の楽器でもあの使われるんですけど、まあバイオリンとかはね、このポルタメントをかけやすい楽器なんですよ、ね、でこれごめんなさい、アナちゃんが書いたので読めないかもしれないですけど、ポルタメント、字で書くと、PORTAMENTO、ね、こうやって楽譜にこうアルファベットでポルタメントって書くこともあります。これは作曲家がこことここの音をポルタメントでつないでほしいっていうね。さらに上の5線もあなちゃんが書いてから読めるかどうか分かりませんけど、さっき弾いてみたシからレですね、ね、あ、これ二分どうしたかなみたいな感じかな、ね、で、こうやってポルタメントって、字で書くこともあるんですけど、そのシとレの上の音の上にこうスラーってこういうのがねかかってると思うんですけど、その下にこうピッて直線でね、斜め線っていうか、そういうのでこう結ぶ、これがね、あのポルタメントの印だったりもしますね。だから言葉で書かずにこの印だけついてる時もあります。でもこうやって作曲家が何らかの意図で、ここからここの音の間はポルタメントでつないでほしいっていう場合には、こうやって記号であったり文字で書く場合もあるんですけど、このバイオリンっていう楽器はね、その、なんていうんだろうな、あの表現の一つとしてポルタメントを、いつでも使える楽器です。いつでも使えるし、ポルタメントってわざわざ記号とかがなくても、いろいろなところに、使えます。でその使いどころがまたその奏者のセンスだったりするわけですね。で使い方はもう簡単ですね。今1のバイオリンでいうところの1の指、人差し指で引きずりましたけど、こういうふうにすればすぐ簡単にできますし、こうやって同じ指じゃなかったとしても、レを3の指で押さえますが、3の指で押さえるときに下の方からちょっとこう引きずればポルタメントがかかります。でこういう下から上もあるけど、上から下、ね、こういうポルタメントも使えるし、さっき冒頭で弾いたのは、まあ、アイリッシュの曲なんですけど、アイリッシュフィドルとか、カントリーとかブルーグラスでは、このポルタメントをあのスライドって言って、ね、今ちょっと大げさになりました。あとこうちょっとそうだな、ジャズのブルースとかでちょっとこうくどくど、なんて言ったらいいのかな、ねちっこく、言ってみればエッチな感じに弾こうと思ったら、このポルタメントを多用してね、いっぱいこうポルタメントをかけるとね、まあ、くどくどしくなりますよね。色っぽくというかね、そう、こうやっていろいろなこう奏者が、表現によって、使えるのがポルタメントです。でね、ただ、バイオリンですと気をつけてほしいのは、
ポルタメントでその表現としていくらでも使えるんですけど、使いすぎてくどくなるという危険性があるのと、あともう一つは例えばね、クラシックなんかで、そうだな、もうこれ、タイスの瞑想曲の一部ですけど、こういうね、急にこの高い音に上がるときに、ここにね、ポルタメントを、使うことはできるんですけど、これね、ズルしてるって思われる危険性があります。これね、高い音ところの音程を取るのが難しいから、音程を探って、ってやってるんでしょって思われる危険性もあるので、高い音でね、使う時とかはね、ちょっとこうチェック、要注意っていうか、その辺はこう、ずるって思われない程度に留めとくのが、いいかもしれませんし、あえてポルタメント使わなくてもいいところだよっていうところで使う方が、いいかなって思いますよね。あとは、さっき1の指でこう引きずるっていうのありましたけど、これね、ポルタメントかけたくない時でも同じ指で移動しなきゃいけない時っていうのが、その指使いの関係上そういうところでどうしても出てくるんですね。でそういう時には少しこうポルタメントがかかってしまいますけど、できるだけポルタメントが間にかからないように、こうちょっとこうカクカク、こうスラを取るのが一番いいんですけどね、同じ指ですから自然にポルタメントがかかっちゃうけれども、かからなくしたいっていう場合にはこうね、注意してそのポジション移動っていうのを、やってもらえたらいいかなって思います。ということで、自然にかかってしまうポルタメントね、それからこういう作曲者が意図的にかけるポルタメント、それから演奏者のセンスでかけるポルタメントね、いろいろなポルタメントがバイオリンの場合考えられます。ポルタメントやスライドを、センスよく使ってね、表現の幅を広げていただけたら良いかなと思います。ということで、本日の話いかがでございましたでしょうか。よかったらチャンネル登録もお願いします。アナちゃんでした。